皆さんおはようございます。今ですね、コンビニでコーヒーを買っております。はい、ありがとうございます。はい、これちょっと熱い、こっちが熱い。あ、こっちが熱い、うん、よし参りましょう。はい、参りましょう。これでも新しいやつだよね。新しいやつだよね。初めて見たんだけど、アメリカのラテ？ラテ？アメリカのラテ。アメリカのラテ。美味しいんだろうか？飲んでみて。ちょっと飲んでみよう。うん、私はね、いつものホット。これいつも飲むね。いつも飲むね。いつもは飲まないね。いつもは飲まない。また二人で出かけた時だ。なんか中国人みたいになっちゃいます。いつも飲むね。いつも飲まないね。いつもは飲まない。特別な日だけこうやって、ね。ブラックを飲んだ後にあのウェルダーズオリジナルを特別な人だけもらえるやつ。ああ、まあ美味しい。ラテって感じ。アメリカのラテって感じ。甘いの。ちょっと甘い。そのままじゃネーミング通りだよ。だでもコクと苦味のあるすっきりとした甘さが楽しめるラテ。これ美味しいわ。甘ったるくない。ちょっとハマりそう。うわあ、海が見えてきた。わあ、久々こっち来たな。ほぼ来ないもんね。いいね、カヤックの人いる。こっちカヤックでね、釣りしてる人多いよ。あ、そうなの。うん、憧れのカヤックね。憧れのカヤック。でも今日はちょっと南風なのかな。ちょっとこう、海面がざわついてるね。ざわざわしてる。うん。え、そう？まあ、こう、しけてる感じではないんだけどさ、うん、全然しけてないよ。だったら出るのかな、カヤックは。でも怖そう。だってもうここら辺には、ここは海でしょ、もう。出る出る出る。海面とすごく近いよね。ねえ。うん。私は無理だ。買いたい。JB カヤックは買いたい。夢です。私の夢。うん、今日はですね、宮崎県最南端の高松海水浴場に来ました。串間市ですね。うん、ここね、魚釣りで来たことあるんですよ、うんうん、私、うん、全然釣れなかったけど。で、ここにキャンプ場ができるっていうことでね。そうそうそう、ちょっと見に来たんですけど、ただいま工事中でですね、うん、工事期間が、まあ、3月15日、うん、まあ、まだ入れないみたいですね。うん、まあ、令和3年3月31日まで中止期間。うん、うまくいけば4月からできるのかな。うん、ね、どうなんだろうね。結構ね、なんかもともと広い、ほら、あの芝生だけだったんだけど、うん、いい感じの施設がね。この枠組みしてあるところだけがってことだよね、キャンプ場ってこと。いや、ここ枠組みしてあるのは今多分工事で危ないから入れないようにしてるだけ、仕切ってあるだけで、うん、多分向こうの奥の方まで開放されると思う。ああ、そうなんだ。うん、サイトを分けてんのかな。ここにほらブロックがまだいっぱいあるからさ、あの区画を分けてるっていうか、うんうん、おそらく。そうなんだ。うん、で、あっちの方があの流しっていうか、そこでしょ。そうそうそう、うんうん、散歩してる人もいるし。うん、あ、ペットも連れてこれるんだって。リードをつけてくださいって。ゴルフはできませんよって。ね、ここちゃんね。
あ、でも芝生はダニがいるから気をつけないと。ダメだ、うん、すっごいダニに噛まれたもんね。うちら自分たち、うん、すごいね、うん、ほら広すごい、めちゃめちゃ広い、うん、いいね、うん、ちょっと車の音があれだけど、うんうん、確かに、わあ、これはすごいわ、いいな、広いよ、すごく広い。あ、あれは街灯だね、きっと。ほら、線が出てるよ、電気の線が、ね、で、ここがやっぱり区画になるんだ。そこが多分駐車場、ブロックのところが駐車場で、横がキャンプサイトになる気がする。あ、こっちがじゃあの電源があるキャンプサイトになるのかな、オートキャンプっていうんだっけ、電源のあるサイト、うん、キャンピングカーとか。でんでんってびっくりマーク。これびっくりマークね、うん、てん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 、めちゃくちゃだよ。めっちゃ忘れたわ。そう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 、いいね、美女に囲まれて。シルエットだから想像が膨らむじゃん。ここでほらご飯食べても美味しいかも。ああそうだね、うんうん、でも今からの時期はさ多くなりそう、人が。ああ多いかも、ね、ここ多分人気出るよ、ね、しばらくだよね、うん、ちょうど鹿児島と宮崎の県境にあるからさ、うん、宮古城らへんからもアクセスしやすいかな。そうだね、宮崎からもいいし、うん、あご飯食べてる人もいる。本当だ、いいね。あ、みんなご飯広げ出したね。あー、本当だね、いいな。いやいや、望んでないからそういうの。こういうの欲しがってない。ほら、遊具もあるね。うん、まあ、遊具もあるっつってもこの2つでしょ。あ、でもこれでも子供全然嬉しいよ。まあそうね、うん、あ、昔釣りに来たのここだね。何度かね、しばらくハマってた時期があったのよね、うん、ここに。そうそう、あー、ここにね、うん、街灯が明るいから、うん、イカが集まりやすいっていうかさ、一時期釣りにめっちゃハマってたもんね、うん、ここキビナゴをね、あの、うん、網で救いに来る人もいたよ。あ、そうなんだ、うん、あ、ここでもカヤック出せるわ、見てん。ねえ、カヤック持ってないじゃん。でもカヤック出せるよ。何なのそれ。ほら、あそこに車で来てさ、うん、火薬を下ろしてこう来れるよ、うん、そうだね、最高じゃんここ。あ、絶対ハマるわ。え、でもさ、火薬さ、もし買ったらさ、うん、車に積むときってどうやって積むの。あれ重たいんでしょ。うん、屋根の上に積むよ。違う、どうやって積むの。手で。できるのそれ。あれでも30キロぐらいしかないでしょ。30キロって言ったら持てるよ。私ぐらいだもんね。笑うしかないよ。30キロだと思って持ち上げた瞬間腰抜かすだろうね。きっとね。30キロって超ガリガリだもん。どっからどう見ても30キロじゃねえもんな。30キロって言ったら多分右足だけぐらいの重さじゃない。ねえ、その強靭な右足の。あ、いるじゃん。あ、これほら、魚もいるよ。どこ？ここ。あ、本当だ。なんだろうあれ。なんだろうこれ。ほら、結構でかいわ。でもここさ、うん、あの多分砂地だから、うん、下が、うん、あれだかもね、モンゴイカ。コウイカもいるかも。コウイカ苦手だよね。苦手、コウイカ苦手だ。見た目がね、うん、
なんで体の中からあんな甲羅が出てくるのって、そう出てくるのかが分かんない。でも小イカの肉厚があって、うん、あれ一晩二晩寝かしたら小イカの方が美味しかったりもするんだよ。うん、分かってるけど、もうさ見た目がでしょ、さばいてるからさ、うん、ダメだよね、私は無理。そしてなんか知らんけど、あの釣れる小イカ毎回でかいもんね。そうなのよ。あんなでかいのいらないのにさ。島と島の間がさ、あれお食事どころがあるね。どこに？あの正面。行くよ。あ、でもなんか食べてらっしゃるよ。レトロな感じ。うん。向こうもちょっと。あ、なんかこっちの方も民宿。うん。なんか風情がある、ね。うん、こっちは風情があるわ。ヤシの木がいい感じ。民宿だって。ここからも降りれるんだ。本当だ。海に。アキナの家10分。ねえ、ここから10分ってことなんだろうね。ハルトの家88分でちょっと遠いね。そうだね、うん。結構離れてるね。ハルトの家遠い。ああ。うわ、怖っ。一気に怖いスイッチが入ったの。めっちゃ怖。国際の森。うん、国際の森。ちょっと寄り道。でも通り過ぎたんだけどさ、すぐ U ターンして。超綺麗なんだけど。本当だ。え、ここすごくない？うん、綺麗。ここ初日の出いいかもしれない。わ、すごいね、うん、あの海辺の方すごいね。水平線が見えるよ。あ、本当だ。わ、なんかいっぱい巻きついてる。うん、なんか国際の森感が出てきたね。鉄塔が。でもなんかすごい土砂降りになりそうな感じ。いったタイミングで土砂降りって。あ、ここなの。こっち、ここは展望台、ここ、ここも綺麗だけどね。うん、展望台みたいな感じで。待って、上に何かあった？地球儀が。あ、本当だ。ここから行くんだよ、多分。多分ここだよ。行ってみる？うん、行ってみよう。いや、来たんだから行かなきゃさ。なんか登り口間違えてる気がするんだけど。え、どういうこと？こっちからじゃないってこと？うん。すごい。あ、いや、すげえな、地球儀が。おお。あれ、ちょっと待って。俺ら場所間違えてな。ここ、なんで？ユニバーサル・スタジオ・ジャパンじゃない？ええー、まさか。来ちゃった？うん。多分だよ、ほら。ああ。夢の。なんだ。うん、すごい。ここにでも書いてないね。ユニバーサルスタジオジャパン。なんか書いてあったと思うんだけど。ね、あ、各大学で植えてあんのかな。だってこっち側も全部だもん。書いてある。あ、いっぱいある。下にもいっぱいあるじゃん。
はい。これ天気が良かったら最高だったけどね。わあ、すげえ。なんだこれ。なんだこれ。わあ、これもったいなかったな。いや、これすごくない？うん。わあ、すごい。これは綺麗だわ。いや、これすごいね。水平線見えてるよ。わあ、すごい。田舎のユニバーサルスタジオジャパンすげえ。本当だね。これは都会に負けないね。うん。へえ。来てよかったでしょ。そうだね。こんなところがあるとはね。うん。そしてなんか空気がちょっと冷たい、ね。うん、冷たいね。あ、雲がほら。雲が登ってきてる、下から。あ、寒い。すごい。すごいな、ここでご飯食べたいね。ね、天気のいい日にね。うん。いいね、ここでカップラーメンとか普通にご飯して美味しいかも。うん、美味しいと思う。広いし、ここに屋根付きの休憩所があるし。でもこれ癒されるな。うん。ね。なんかゆっくり来たい。まあ今もゆっくりなんだけど。天気のいい日に来たい、もうちょっと。ね、すごい。来てよかったわ。来てよかったでしょ、うん、国際のずっと気になってたの、あそこなんだろうと思って。うん、これはなんかすごい発見をしたな。こんなに景色がいいなんて思わなかったね。ねえ、よかったね、来て。うん、来てよかった。何度も言うけど、でもまた来たいね。うん、くるくる、また来たい。また来てもいいかな。いいたまあ、今現在地あそこだね。うんうん、休憩所が上にあって、言うほどあるんじゃん、ほら。あ、本当だね。うん、 あっちの中にもなんか、あっちちょっと行ってみる。いいよ、山の中ちょっと入れるよ。え、私は大好き。あ、神様がいる、ね、失礼します。そっち言うほど、あ、こっちが言うほどね。言うほどなんじゃな。怖い、ちょっと怖いね。ちょっと怖い。よし、じゃあちょっとお茶しに行こうか。はい。来た来た来た、来ました来ました。お待たせ。長かったですね。はい、はい、あ、美味しそう。これケーキもあったからさ、ケーキも。ああ、そうなんだ。子供たちのお土産。お土産なんで、え、運転しながら食べる。あ、向こうで食べればいいんじゃない。じゃあ食べよう。よし、いただきます。いただきます。あ、なんかジェラートみたいなソフトクリームだね。うん、濃厚そう。うん。うん。濃厚。あ、ほんとだ。美味しい。いや、超濃厚。超濃厚。想像を絶する濃厚だわ。あ、でも美味しい。な、滑らかだね。うん。うん。美味しい。美味しいね。Thank you.